どうもこんばんは、ゆうです。パワープラプリーサクセスやっていきます。投手育成です。イベントデッキはつのりやマグロ、西谷、帽子なし山口、鳴海、サンタ、立川、この6人でねやっていきたいかなと思います。前回、この新山口使った時、ここを神楽坂にしてたと思うんですけど、今回はマグロ使ってね、やっぱ何としても先発を更新したいんですよね。ちょっと頑張って先発更新できるようにねやっていきたいかなと思います。はい、西谷からは脅威の切れ味にしようかな、今回。 OK、 このデッキでやっていきたいかなと思います。おっしゃ、スライダー覚えてる、初期値も悪くない。はい、やっていきましょう。今ね、オーダー投手がね、先発 SS2、SS1、SS なんですよ。だから SS のところをね、やっぱ SS2 とか作ってね、最近ちょっとチームワーク伸び悩んでて、なんかサクセスもね、俺日に日に難しいと思ってしまうぐらいになってるからね。頑張ってね、やっていきたいかなと思います。さあ、コントロコツ。切れコツ。よし、ええタイミング。うん、つのり屋いきます。いや、帽子ない方が似合ってるで。西谷、これは西谷に行きましょう。コントロール OK、 まあ切れコツ5 OK。 はい、つのり屋いきます。これで OK ですね。まあ監督は行けるときに追っていく、タックはハマったときに、はい、練習する。守護神誕生。マグロカラーは復活ですね。やっぱ先発作るカラーには復活でいこう。これはもう、一応持って、つけとくか。つけれるもんならな。おっしゃ、ついたぜ。こっちでええな。もうこっちにしよう。さあ、監督、やっぱ俺たちは男やね。まあ、今回ちょっと変化タックは4人までなんですけど、やっぱトリプルタックはね引きたいところっすね。うん、トリプルタックとか引いて経験点稼いで、スタミナもね正直 A まで持っていきたいで、 SS2 とか作ったらもう最高やけどね。おー、いいね、タック来てる。来てるよ。はい、タック行きましょう。調子安定、クリアンね、千丸。ちゃうわ。招き猫持ってきてるから。どうしよう、俺下で、使えへんな、千丸。真ん中行こう。真ん中で筋力、精神ポイント上がる。さあ、休もう。仲間のためなら真ん中でチームメイト評価上がるっすよね。真ん中でいい、序盤やったら。体力が微妙やったら上、下かな。最大値気にするなら上っすね。
上は最大値上がったな、あれ。伸び、おー、打たれ強さ、オッケー。このイベント長い、この2回目長いっすよ。おお、結構稼いだね。まあ、タック2回、まあ、シングルタックですけど、言ってましたもんね。いやー、告白だよ。来てほしいのは告白やで。ドン。これ難しいな。いや、監督っすね。これ監督っすわ。やっぱ言霊で。オーケーオーケー。やっぱね、今の監督言っててよかったってことやろ。調子悪いんじゃないか。いやー難しい。いやー非常に難しい。伸び骨もらいたい欲でいきたい。やけどこれもう監督っすね、やっぱり。伸び骨もらえる欲でいってしまうけ、いってしまいがちやけど、ここはいや監督ですよ。これどうする、このままでいっか。今来る、どうしよう。これもまあ元気になりたいですね。はい、いや監督やね。絶対監督や。俺ね、年明けでオレンジ以上にしたいんですよ、評価を。じゃあめっちゃ気楽に練習できるんで。じゃあ告白よ。 OK、 間に合った、よかった。忘れとった、告白来てないな思って。さて監督いきますか。監督行きましょう。オッケー、これ持続数気力で復活ですね。ああ監督評価いい感じやね。もう追いすぎとんちゃんっていうぐらい追ってるよね。まあ、それでいい。いや絶対それでいい。いやでもね、監督ね、4月5月、練習来ないの。あの練習今回だから。おし、いいやつ、ナイス。あー、これは、これは、これはこれはお兄さん。あー、そうか、もうこれ、これ使うしかないんか。ちょっともったいない感はあるけど。よしよしよし、いいよ。低めいるね、低め。復活、取っておこう、先。先取っておこう。あー、スライダー最初から1個覚えてるのはでかいな。いいね。やっぱね、こういうのを気にせず、タップしたいじゃないですか。練習したいじゃないですか。だから監督の評価をね、余裕あるときに追っていきたいんですよ。叩くな、叩くな。おお、これやって、俺たち男使う？いや、俺たち男まだ弾けるやろ。俺、やろう、これ、使おう、使います。やっぱね、僕のサクセスって、やっぱ、急速いつも上げきれてないじゃないですか。やっぱ上げたいんですよ。わお。いや、これはでかいで。これ、152、3は行くっしょ。さすがに。いいね。
で、大吉引いて、テンポ丸。もうこれか、もう完璧。完璧完璧。もう絶対引く、絶対引く。おっしゃ。え、引かへんのかい。引かへんの、俺。テンポ丸引けへん。俺にテンポ丸なんて早かった。どうしよう。一流とかダメ元しか残ってない。感じじゃん。これ140いったやろ。144までやっとくか。あ、ちょっと待てよ。140でいい。オッケーで、これはちょっとね、立川で伸び骨、欲しさに行きます。さあ皆さんナイス。それかよ。それか。あ、スバル。もうこれスバルでいい。一人。はい、デート行きます。デート一回目。叩くなよ。こっちな、もう、サガラもな、角リアも、まあ、上限アップで強い彼女キャラクターやけど、あれ叩くやろ。バシバシバシとか。俺ね、手出す女の子嫌いやからね。まだまだこれから。マジで、俺プラス2元だっけ。俺は引いたな、さっき。やったー、これ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 。待て、怪我しん。怪我何パー？ゼロ。やったぜ、ゼロ。アムロさん。コナン君。ね、精密機械取って、内角取っておくか。あー、先発やから近畿等もいらないな。要所は山口の前リアで取りたい。なんぼこれで。400、400、700。いける。よっしゃ、このダックはでかい。今の俺集中しとった。めっちゃ、ダメ元めっちゃ引くやん。持ってないやつが持ってる。これっすね。これ一番下で臨床ポイントと要所のコツ。マジで？ちょ待って、ダメ元1か間違いな、これ。俺、体力回復持ってないのね。いやー、二人とも、絶好調、どっちかもしくはゼフ調。ゼフ調のパターンやん。ゼフ調やん、これ。まあ、いっか、このままでも行こう。6。脅威に切れ足。要所。バント封じ、オッケー。え？ 6 パーっすよね。え、この 6% と、覚醒の 6% って違う？あ、セクニで5000はめっちゃ稼いだね、これ。あ、今のタック行きたかったけどなぁ。ちょ、待てよ。ダメ元使おう。もうダメ元使おうな、ほんまにやばい。何がやばいんや。よしよしよし。監督評価をピンクにしていく。ちょっと、今何回目ってか、充電完了。2回しかやってない。3回やってるよね。次4回目やんね。え、嘘？次3回目？ちょっと待って。俺ほんま数えてない。タック。ドン。あー、伸び骨が欲しい。いやー、ただしかしここはもう、これ使おう。これ使おうとか、これいって、野球マックスにしよう。何回目？ほ、4回目、4回目やってくれ。3回目やん。マジで？マジで？あ、でも、怪我率ゼロパーがない。怪我率ゼロパーがない。ってことは、ここで監督から、体力回復、もしくは怪我率ゼロパー。あれ？今だ、勝利の星の言葉ももらえんじゃん、これ。あ、もらえるね。俺一人で何焦っとんねん。タック。いやいやいや、ちょっと待って。これメンタルいきます。このセクさんが、今日のキーマンや。
少し休もう。一人。いやー、これ西谷のコツ行きたいな。やば、投手で7回目いかへんかもしれん、これ。コントローラー、すごいします。あれいらん。ほんま、それやめて。マジやめてください。よし、来た。調子安定。これ耐える回復結構するからね。さあ。これ監督で、行こうか。ムービングファースト。打たれ強さ20丸まで取ります。はい。で、牽制骨。いや、ほんとね、尻上がりと、伸び骨欲しいんで、やっぱサンタ立川のコツは行くべきですね。うん、潰してしまおう。いや、イケメンやで。全然、え？帽子姿とほんま違うな。デートチャンス。対左伸び。あ、いい、出てきます。デート2回目。一応手応え欲しいんで、上選択します。なんでもないのよ、バカ。誰にバカ言うとんの、ほんま。さて、タックは来ない。西谷だ。よしよし、やっと来た。オッケー、ナイスそれ。ナイスそれ。トリプルタック2回目、これ。いやー、大きいよ。ちゃんと山口がおるところがいいよね。いや、ほんま先発作りたいわ。監督評価 OK ですね、これで。わお、やばない。いけるいける。それ、俺いけるぞ、ほんまに。今日集中してる。大丈夫。何行こう。ちょ、ほんまね、スタジアムでナックル覚えたぞ、俺やろ。俺ナックル覚えたのかな。ナックルやろ。あー、やめとこ。普通にやろう。普通にフォークでいこう。ちょ、待って、パームでいく。ちょ、待ってよ。これさ、さっきにパーム覚えてもらった方が。あー、こっちの方がいいか。こっちでいこう。対左取ります。で、緩急。安全圏とか取りたいけどね。これ大丈夫かな。乾燥はしない。大丈夫です。これ伸び骨引いたら最高やけどな。これで伸び骨来たらもう、波に乗ってるよ。それかよ。変化。これ変化でいこう。今の来とったね。今の流れ来てる。まださ、逆境ゲージ上げるやつある。ちょっとマジで伸び骨もらえませんか、マグロくん。オッケー、ナイス。これよ、マグロと立川の良さ。ダブルタック。これもプラス1でいくか。だいぶ稼いだね、これ。9000ぐらいいっとんじゃん、軽減で。いや、そんないってないかな。伸び骨はもう一回ですね。もう一回待ち。球速安定取っときたい。で、タイピンやで、これ。タイピン来てくれ。よし。あ、順のか来たね。めっちゃ稼いだね、これ。前回の山口よりも稼いだね。前回の動画よりも。これだって変化4人やで。トリプルタック3回4回来たやろ。
これは大きいわ。あ、やばいやばい、ちょ待って、ちょ待って、ほんまやばい。いやー、でもこれ体力回復するか。これは体力回復するしかないよね。はい。絶対ピンチ。ああ、それでもいいよ。それで OK。おー、ダブルタックか。プラス3。いや、プラス3でもええで、これ。プラス3いって、背に腹あるやろ。OK、これいこう。ええんちゃうん、ほんまに今日。順応取れない。103、あ、乾燥してしまう。乾燥してまう。ちょっと待てよ。タイピン20まで取ったらもったいないから、投資取るか。はい、行きましょう。おお、いや、こっちコツありがたいけど、やっぱ経験点やね、タック。また俺今日めちゃめちゃついてない。最近やばいな。大丈夫、乾燥しない。いやー、ほんまに先発 SS に作りたい。もう投手の場合は千丸関係ないからね。タックいかにはめれるかやからね。これ俺たち男来たらもっとよかったね。どうするこれ、監督、あ、ここもありやな。いや、もうスタミナは多分上げれるんよ、これ。いや、でもね、取るべきコツをまだ抑えれてない。抑えれてないな。スタミナ、これ、F か。あ、こっち行こう。いやー、立川のコツやね。あー、では立川のコツの前に、でも尻上がりやね、尻上がりやっぱ欲しいから立川行こう。まあ、今回良かったのは序盤で監督の評価をどんどん上げれたことですね。めっちゃ怪我しにくさくるやん。なんで、ドン、ダブルタックプラス1。これ怪我せえへんか、一か八かやな。20万まで取ってまおう。なんぼ ?19%。ちょっと下がったね。行こう。あ、これも怪我しにくさ20万のおかげですね。よし、デートチャンス。デート3回残ったやろ。やばい。デートが正直やばい。これ7取るんは違うね。7取ったらあかんわ。出ていこう。で、3回目。あと2回、あと2回か。前回1万5000ぐらいやったっけ、経験点。1万4000ぐらいか。いやー、申し訳ない。コツがないから、デートです。どうしよう。150。これね、デートやな。デート回します。ほんま、俺の歴史のなみたいなやつ。
あれでこのデート終わらせたかったんですけど、やっぱちょっと今後7回目もきつそうだね、ディレードアーム。いや、やっぱ尻上がりのコツはもう一個だけでいいから押さえときたいな。 OK 行きましょう。お待たせいたしました。ノーアウト2、3塁、マジで。そんなツーベース決められる相手じゃないけどな。いや、投資は投資で久しぶりに見たよ俺これ。やっぱね、精神ポイント温存したしときたいっていう意味で投資俺取らへんようにしとったから今まで。え、ナイスナイスキャッチャーナイスキャッチャーナイスショート、ショートサードどっち、あ、ナイスショート。で、まぁ、あと、コントロール骨脱三振、尻上がり伸び。結構ね、残りターン数厳しいんですけど、やっぱ取りたいですね。やっぱ脱三振欲しいな。ふぅ。ここだ。オッケー。ブワーン、ブワーン燃えてる。いいね、復活、復活いいね。俺これ見ながら飯食えるわ。もう敵のバッターからしたらね、もう緑かオレンジかはっきりせえって絶対思うよな。ブワーン、復活って最初誰やったっけ？最初あれか、清水薫か。俺清水薫未だに母体持ってないからね。ほんま危険。俺もアニメで1位に争うぐらいの好きな女の子キャラクターやけどね。清水薫は。え、もう一人誰ですかって。もうそれはもうワンピースの波っすよ、僕。これもうワンピースの波ばっかり見てるもん、もう。ど変だやろ。あんな首でやばいやろ。あんな胸から下にかけてのあの首で。さて、おお、これ行きたい。ある、ある、これ使おう、これ使おう、いけるやん。ダジバカス成功したし、これゼロパーやろ。うわ、これやばい。ただちょ、どうしたんや、どうしたんや。うわー、7ポイント足りへん、7ポイント足りへんやん。いや、しゃあないっすねこれ。脱三振とかも取った方がいいですね。逃げ球、球持ち。え、99やろ。あかんわあかんわあかんわ、ちょっと待てよ。いや、タイピン取るしかない。いや、タイピンは20丸は1か、丸でいいや。いやー、これはびっくりしたね。安全圏とか取ってしまうか、こういうの。待てよ。変化ポイント使ってないやつ。やっぱジャイロボール逃げ玉とかになってしまうか。クロスファイヤーか。ちょっと待てよ。これ、あー、急速が足りてない。なんか俺筋力系のやつ取った？これか。でも一緒やもんな。いや、脱三振は取っとくべき。安全圏か。手応えやん。オッケー、これで完璧やん。よっしゃ。あ、でも待て、ちょっと今もったいない。まだもったいない。まだもったいないわ。これでいいんか。よし。いや、これはすげえわ。まあ、7回逆境は、
7回逆境は無理っすよね。6回目やね、これ。だから無理やから、しゃあないね。いやー、こっち。あ、山口か。あ、パーム取ってるか。こっち側で取るか。スラブ。いやー、これは、オッケー。ここまで上げようか。あー、これどうしよう。休みます。いやー、これは久々にまたハマったね。ほんままた最近ね、なかなかハマらないサクセスが多かったから、まあ一人で雇ってね。かっこいいな、復活。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で、星野今日はピッチャーゴロとセンターフライ。この子絶対4番バッターでおるな。まずは簡単に追い込んでいます。インコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第9で、スタミナあれやね、俺あげるからマグロ持ってきてるのにまだいいやもんね。第3球を、まあ伸び骨さえもらったらね、球速と併用してスタミナ上げれるんですけど、タイミング合いません。投げました。リンローギリギリいっぱい、ストライク。マグロ持ってきた意味ないやんってなったら終わりやね。掴んでこれで3アウトになります。クロス、いや A まで投げたいけどな。全力学園、ここはなんとかしのぎたい。あー、危ね。一塁三塁という場面でタップしてもた。2回投げました。シュートはストライク。これで追い込みました。第3球をアウトロー、空振り三振。空振り三振。バッターは5番奥田、これが4度目のバッターボックス。第9直球ストライク。これでもチャンスだね、今。これほんま先発更新チャンスだね。投げました、打ちました、ファール。惜しかったね、今の。第3球をインコース低め。よし、全力か。いやー、投手で7回目ね、いけへんかったのも結構ほんま珍しい。一人か。これやったら、遊ぶっすね。遊びます。ええ音楽。いやー、ちょっと待ってよ。タイピンチ欲しい。いやー、これ勝利の星使っといて、いや、これでいい、これでいい、当てる当てる。 OK、 まあタイピンチしゃあない。下行こう。ここで負けるわけにはいかん。不屈。あー、伸び骨もらえるな。もういけるな。一応置いとこう。球速150キロまで OK やね。ジャイロボール取ります。よっしゃ。次ね、これ使って、その次これ使います。はい、行きましょう。まあ、勝てたらね、試合に勝てたら使います。全力学園。俺、スケーキはほんと相性悪いからね、投手やってるとき。結構負けてるよ。やめろよ、やめろ。投げました。よし。開脚低めいっぱい、見逃し三振。第9、インコース低め、ストライク。第2球、2球目ストライク。投げた。1球外してボール。次は4球目。スライク。もう三塁ランナーおるときやっぱナイスピッチ使った方がいいな。クロス。お、いいね、いいね。さすが全力。を迎えました。全力強いわ、ほんま強い。第2球、2球
球目ストライク。第3球を見逃し。おっしゃ、もうあとナイスピッチ来たらね。はい、ピンチ操作来たらナイスピッチ。これは使うべきやな。やめろ、打つなよ。ここ打つなよ。ここもちょっとごめん、打たんとって。マジで、マジで、マジで。よし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 。よし、よし。ゆらり行こう。あー、ちょっとや、あいつ見よったな。許さん。許さんぞ。やしゃ丸を打ったのはこの私だ。さあ。ドン。あー、コントロコツやっぱ欲しいな。敵を知り、己を知れ。はい、こっち行きます。で、まあ残りはもうコントロコツもしくは一緒に練習するなんでね。めっちゃそれやん、めっちゃそれくるやん。まあええけども、うん、これはここまで上げときたい。重い球ね、もっと来たいっすよね。アウトロー9位来てるよね。アウトロー9位も、さていいんで、取りたいんですけど、ちょっと伸び骨取りたいんで、先に。あ、これはいいでしょ、取って。ちょっと伸び骨、その後抑えます。お待たせ。強い。いや、1点序盤に取ってくれたらめっちゃ気が楽。ま、あんなバッティングするピッチャー。堀江ヒットを放ちました。全力学園、なおもピンチが続きます。分かってる分かってる。また厳しいところ、まずは決めてきました。投げた。まずは決めてきましたって。アウトローへ。分かってる。インコース低め。よっしゃ。おわ、このバッターは怖いぞ。パワー悪いけどミートがいい。ほらやめろやめろやめろ。おいおいおい。ちょっと戻らんでいく。追いつかれました。キャッチャー、キャッチャーそれ戻らんでいいっすよ。これ。これもう、おい、こいつにホームインされたんか、ムカつくな。顔よ、顔。その顔やめて。フィルダーし、よし。ちょ、何やってんの、何やってんの、ちょ、待って。でも、俺何相手、魔物ちゃん人形使ってるんすか、何ですか、何すか、これ、スマブラですか、これはスマブラか。そんなワンイニング見えらないって普通。よし。いやー、これ魔の2回やったな。魔の2回よ、ほんま。出たー、やばい、これやばい。俺いいピッチャー作っとったのに。あかんで、ほんまに。俺全力学園高校のこと信じてるから、この高校を超える高校も出へんと思ってるから。お願いだから SS2 とか作らせて、俺に。低め外角ストライク、いきなり150キロ、第2球、打ちました、ファースト左への打球。エビルミキサーガチャですね。あれで俺、天才の入部届3枚もらったんですよ。で、SR も1人もらって、で、SR ガチャ券も2枚もらったんですよ。2球目ストライク。で、その天才もらった3枚ね、全部紙切れに終わったんですよ、俺。だから、ここだけ勝たして。めっちゃビ、もう俺ブンブ嫌い、もうブンブ嫌い。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で鎌狩り、今日はサードゴロと。なぜその投げました、なぜその格好で試合球場に入れた。投げました、空振り三振。先ほどヒットを放っている須田、スタミナ上げる言いながら全然上げてないし俺。パームボール見送ってストライク。でも今回はね、ほんま変化タックルめっちゃハマってくれたね。いや、俺4球締め取れると思ってなかったもん。クロス、めっちゃピンチくるやん。やばいってやばいって、ピッチャースタミナなくなってまうって。やめろ、打つなよ。ノーアウト1・3塁か。また2回のあれやね、トラウマが。2回の悪夢が舞い上がってくるぜ。タイミング合いません。2球目ストライク、これで追い込みました。おっしゃ、うまい、今のうまい、今のよ、通した。分かってる分かってる。あ、おつけおつけ、ここでゴロゴロ、ここだ。投げました、よーし、ここ行こう。
オーケー、ナイスボール、見事シーン。全然点取らへんやん、やばいって。ノーアウトランナー二塁という場面で、ブ第9アウトロー際どい。いや俺遊び一回使ったしね、出来押しで使ったよ。シュート見送ってストライク、キレのある変化球。第3球、3球目ストライク。いやワンイニング2エラーが痛いな、あれなかったらいけとったよね。第5球、空振り三振、バッターアウト。バッターは代打トヤ。代打使ってきよったぞ。第1球、外角低めいっぱいストライク。まずは入れてきました。第2球、2球目空振り、少し迷ったか。いやほんま貸したい。第3球、空振り三振、2者連続三振でピンチをしのぎます。まだナイスピッチ使える。見送ってストライク。ちょっとこれ甘いかな。危ねえ。これで追い込みました。同期は3球目。おっしゃ、いや頼むぞ頼むぞ、全力出せん。嘘やん、しかも1点取られる。全力。まあでもね、やっぱマグロをまあさらにデッキに入れると精神ポイントはやっぱ稼げたですね。てかやっぱあのタックがすごかったね。まあちょっと先発でいきます。ちょっとこれ金徳取れるかわからないですけどね、取れるかな。ずるくない。さあこれで軽減で何もいった。うわこれ1万7000いとったんじゃん、次タックよかったら。てってるてってってーん。いやーまあでも知らないですね。101とりあえず101にします。で俺取れへんのちゃうんかな、金徳。あれ金徳なんか取れへんやつ。あーさあね、調子では取れへんすね、これ。伸びにする。あー、足りひんなー。精神ポイント。あ、俺100人にしてるやん。危ねえ、危ねえ。100人にしとった。ビビったー。伸び20丸。伸び20丸でいい。消し。アウトロ9位。はい、まあちょっとこんだけ余ったんすけどね。まあ、もうちょっと精神ポイント稼いで、あのスタミナ B 以上、まあ、A とかに持っていきたかったですね。ただタックはめちゃめちゃハマったよ。金徳は、2つ損してるんかな。はい、2つ損してますね。はい、これで先発。お、俺これほんま残り1ターンやりたかったわ。ほんま残り1ターンやりたかった。待て、これ更新いったんじゃない、先発。マジでマジで、こいつこいつこいつ。あ、ちょ、待て。6上がる。あ、この子やね。やった、6上がったぜ。待て、全然。この子だって3球者やもんな。俺先発更新まだ狙えるぞ、これ。今までずっとデッキがこんな感じやったんですよね。あ、これちゃうわ。いや、こんなデッキやってない。この先発 SS2 か。このデッキやってるんですよね。で、まあ、ここを、新山口じゃないですか。で、ここをサンタ立川じゃないですか。絶対、今のデッキの方がいいと思うんですよ。今のデッキ。まあ、このデッキよりもサンタ立川と、はい、新山口の方、僕はいいと思うんですけど。いや、これやっぱいいな。これいいな。これよう作ったな。150式でよう上げれたな。いや、これすごいな。これもうハマったよな。最近作ったんは、この子かな。この子、7×4 なんですよ。29なんですよ、総変化。これめっちゃハマってね。まぁ、ただ、球数135なんですよ。うん、これを持って、ちょっとマグロとか入れてみたいなと思ってやったんですけど。いやー、でも、先発は更新したっすね。でも、これで6しか上がらへんねんの。だから、やっぱ SS2 以上は作らんダメなんですよね。投手は。で、中継ぎはやっぱ SS4 とかっすね。まだ伸びしろありますね。はい。ということで、またね、投資更新、目指してね、やっていきたいかなと思います。千丸厳選って、やらん方がいいやんね、投資は。多分持ち込みの方がいい、はず。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。